ピチャ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 アウト、チビチビお稽古。こんにちは。今日は好きなものを覚えちゃいましょう、パズル感覚で答え合わせもできて楽しく覚えられるチーク玩具を手作りします。まずは材料、セリアさんでこれらのものを揃えました。今回の土台はこの仕切り20っていう20個に分かれてる分を選んだんですけど、他の個数に分かれてるものもあったので、お子様に合ったものを選んでみてください。今回のポイントはこのケースが透明であることなので、ぜひ透明のものを選んでください。それでは動画のように覚えたいもののシールを貼っていきます。これが答えとなります。答え合わせできる、これが答えですね。続いてはこの小瓶にシールを貼っていきます。ちょっと動画途中なかったんですけど、こんな感じで貼っていきます。続きも貼っていきましょう。今回はこの小瓶を使っているんですけど、ペットボトルのキャップでも代用できます。1個ずつちゃんと対応しているか並べて確認しながら貼っていきました。今回はカタカナを覚えられるようなチーク玩具にしようと思って果物と野菜を選んでいます。英単語なんかでもできたら面白いですね。全部貼れたら中に1個ずつ入れていきました。これで中開けてもどこがどれだったかって分かりますね。場所がずれてたら答え合わせした時に間違えて覚えちゃうので、ここは慎重にやってください。それではここからはマスキングテープのこういう今左に写ってる5色のやつですね、これを使ってカタカナを書いて貼っていきます。ちょうど5列あって5色あるので5色で色分けしてみました。あ、この場所がさくらんぼだったなとか、場所で覚えてしまうのもそれはそれでいいかなと私は思います。それだけ頭使って覚えてるってことなのでいいことだなって思います。どんどん今カタカナ書いていってます。ひらがな覚えたてだったらこれをひらがなでやるのもいいですね。読む練習にもなりますね。これで遊んでもらってみての感想なんですけど、このホビンをカチャンって入れるのがとっても楽しかったみたいで、ホビンを選んでよかったなと思いました。でもペットボトルのキャップでも同じような大きさなので同じようにカチャンってできると思います。もっとこのマスにぴったりフィットな大きさだったらより楽しいかもしれませんね。と言ってる間に書き終えて貼り終えて完成です。それではピノちゃんに実際に遊んでもらいながら使い方を見ていきましょう。カタカナ覚えれるおもちゃなんやけどこう開けたら下にカタカナが書いてあるやろ。一回こっちに全部移そうか。カタカナね、カタカナ勉強したわけじゃないんやけど、お風呂に貼る100均のねあいうえお表でなんとなく覚えとるよね。覚えてきたね、覚えてきたよね。あれすごいよね。他の遊びに使うことが多くてくちゃくちゃにされてるんですけど、こんな感じのあいうえお表、これで結構カタカナ覚えてるのでやってみるこれをやってみようと思って今回作ってみました。じゃあ読めたとこから入れていってね。これなんやっけ、わからんって言いながらも一生懸命読めるものを探してやっていってました。このおもちゃハマってくれたのかな。次の日も遊んでて、次の日は確実に前の日よりこの時より覚えてたものが増えてました。これがカタカナのさやったんやねとかって言いながらやってたので、それが良かったのかなと思います。ピノちゃん果物が結構好きなので今回果物っていうのをチョイスしたんですけど、動物が好きな子だったら動物もいいですね。お子様が気に入ったシールでやるのがいいかなと思います。できたね、完成したね。ちょっと時間かかったけど頑張って完成しました。でこれはこうやって締めたら自分で答え合わせできるようになってます。どう、合ってる？うん、合ってるどう、ピノちゃん合っとる？合ってそうやね。わからないところは今回はちょこちょこ私がこれがミーよとか言いながらやったんですけど、蓋を閉めて答えを見ながら確認しながら覚えていくっていうのもいいかなと思います。ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。次回はいろいろ学べるビジーバッグを手作りします。